Yeah.
ジャイロも毒で開けてんだろ、バカ。いや本当にね、あツアーファイナルやってきたぜ。やってきた、うん、おい、お前たち声出す準備はできてんのか。いいな。イエーイ、いやーけど、今日はね、本当にね、僕いつも昔からあれライブで12年前から言ってるんですけども、やっぱいつだって終わりは来る、はい、いつだって終わりは来る、人生でも何でも、はい、今日はまた一つの終わりが、新生かまっちゃんとして一つの終わりが来る、だからお前らね、その終わりの終わりまでな、叫べ、動け、衝動をくれ、俺に、俺に衝動をくれ、お前ら別に歌わなくたっていい、歌は垂直立ちでも何でもいい、体育座りでもいい、何や何でもいい、ただその衝動をくれ、全部感じ取ってやるから、うん、もうそこら辺はよ、うん、もう歌うやつは歌えて、歌えないやつは歌わなくても衝動をくれ、一人一人、うん、やっぱ本当にやっぱね、うん、今日ね4人最後の新生かまっちゃんということで、とりあえず始めます、1曲目、どなる夢。
新鮮かまっちゃうウィズ、お前らがやん、ワンチームだ。俺4人じゃないんだよ。僕らなりのさ、こ
どうでもいいけど、ファッキンロックンロールお前らしろ。俺は自分はロックだとロックバーだと思っていたけど、かまってちゃうわ。お前らファッキンロックしとけ、わかったか。ミス飲むな。そんなロックなお前ら、1月8日に発売した、はい、自動カルで買ってくれたか。本当か。こんなのをこう今日来てくれた人みんな買ったら結構な売り上げになるぞ。ね。ただね、今日会場で買ったらポスターがついてくるらしいですよ。ね。さあ、会場で買った人。すげえな。ややいる。まあ、え？まあまあ、さ詐欺だからね。詐欺なの。いや詐欺でしょ。こんなもんね、会場で温情詐欺で。千葉銀も今日ね、脱退するし、はいはい、うん、ね、千葉銀のためにちょっとでもお金をね、みたいなさ、ね、同情詐欺だよ、温情、同情詐欺。千葉銀もやめちゃうし、こいつを同情さ、金くれっていつも言うからな。CD なんか売れても俺に全然入ってこないからね。あんな , 笑うとこだよ。笑うとこだよ。なんで
シーンとなってたらいいか。それはあれだよ、お前が散々 MC をやってきたときに冗談を言わなかったせいだよ。そうなの。そうだね、そうだよ。真面目担当。今までの俺が、今までのお前、この空気を作ってしまった、空気を作ってしまったんだよ、お前が。すいませんでしたちまぎも冗談言うやつなんだよ。ちまぎなんか俺今日初めて聞いたけどね。そんなこと言わないからね、ほんとね。いやでもね、ウィークリーというものがございまして、あーね、なんかね、うん、ウィークリーなんかあれで、ね、さっき聞いて68位です。あざっす。まだ出てない。ヘビーランキングで8位だったんだけど68位になりました。その68位ってどっから来たの？どっから来た？いや分かんない、さっきなんかまだね、あのスタッフの人がね、あの8位とかなんか言ったけどね。あ、それだったらデイリー、デイリーが8位だもんね。デイリーが、ね、ウィークリーまだ出てない。じゃあ騙されてんじゃない、どんだけ詐欺師なんだよ、パイルとよ。俺に前騙すな。誰も言ってないと思う。そういうあれじゃないよ、多分デイリーで今日、買ったやつまで反映されるらしい。あ、なんかされないらしいっす。あ、されないんだ。おい、されないんかい。嘘だけど、回っている。これは本当の詐欺だわ、本当に。じゃあとりあえずね、あのね、あの詐欺島の鳥じゃねえ。詐欺島の鳥。何が詐欺、誰が詐欺師だこれ。俺大島だけど。何言ってんの、大島亮介の名前だけど、誰詐欺師だお前から。ペラ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 詐欺師みたいに喋るけどよ。まあとりあえず次はね、あの夕景の鳥という曲を、あのね、I can't.
次はちょっと久々に、映画って曲やります。俺たちも同じ十勝ね、同じ十勝のその景色な、みんなでこれ見せ合ってるその景色、うわでかい小さい関係ねえよ。いやステージだから、ステージとかでかい小さい関係、だってステージがね、俺をあのね、俺選ぶんじゃなくて俺がステージを選ぶから、別に場所は関係ねえ。これはけど結構昔から俺は言ってることで、本当にずっとそう、モノくんは違うんだろうけどな。そんな言わなくてもいいでしょ。
ちょっとね、いやまあちょっとね、いろんなね、ね、まあ月日が経ってね、まあいろんなこともね、僕ら特にタメの人とか10代、20代、ね、40代、50代、100歳、120歳いると思いますけど、いろんなことでね、僕ら、ね、やっぱ人生っていうのはやっぱすり減ってっからね、失う過程だからね、そんなことでまたさ、なくしたら少し寂しいかなって思ってた。そして僕はなくした。
き冒頭でも言ったけど、声なんか出さなくてもいい、垂直出してもいい、おのおのの衝動くれよ。もっともっと衝動出せんだろ、おのおののや。垂直出しでも体育座りでも暴れるでも、みんなおのおのくれよ、もっとくれよ。ちゃっ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 て、俺ももうちょっとあのね、乾燥してんだよ俺なんかね。乾燥してんだよ俺な。うん、これあの MMM ラッパーが乾燥してんだわ、このが。おい、そうだね、さ乾燥してんだ。広い会場だとさ、本当に何言ってるか分かんないんだよ。あ、いや、すげえ広い会場だと本当に何言ってるか分からないよね。お前、タン飛ばすかもしれない、マジすげえ超タン出てる。気をつけて、唾とかタンとか気をつけて。すごいいいよね、この出てるよ。全員が全員違うこと話してる感じがね、ハマテちゃんだなっていう感じがすごいしちゃうかな。俺ら MC なんかやったことねえから、俺とモノクーはね。そうね、今までも何だったの。そう、ここね、俺のね、特別な場所、特別な場所、特別な場所っていうかね、俺の体、お前たちにくれてやるよ。言われたくもない。
っと上げろ。お前らそんなもんじゃねえこと知ってんだ俺は。お前らそんなもんじゃねえな。あもう本当にね、まあ初めて来るお客さんとかもいると思うけど、俺はもうお前らそんなもんじゃないって。俺はねこうガッともっとガッと来れんだろ。ガッガッガッってな。あうんガッガッガッって暴れとかいろいろ俺は言うけど、そんねガッて来なくてもいい。おのおののね、おのおののやり方で、だから垂直立ちでも体育座りのねやり方でもガッとね衝動くれや。あもっともっとお前らできんだろな。あいやーね、まあまあ来ましたね、ついにこの日がね。改めましてね、つまぎんくんね、水来ちゃいましたね。来たね、うん、いや最後だね、なんかね、いやなんかこう、あれだね、なんかすごい緊張してたけど、やっぱ楽しいですね、ライブね。でも、明日から君はもう明日から千葉銀は、うん、PTSD になるから。 PTSD に、うん、やっぱね、やっぱ俺は戦場だと思ってるから。まあそうね、こういうのここからね、マジで、うん、千葉銀だって思ったらみんな、他のみんなも戦場みたいなもんだろう。まあまあまあ、だから明日は本当にね、退役軍人みたいになってるから。退役軍人みたいになってるから急だ。今日終戦なわけよ、終戦、終戦、うん。誰か俺にモルヒネを打ってくれるか。 やめろ。バカ野郎。しかしね、あれですよ、いや、結婚すると思わなかったね。え、独身でいると思う。まさか千葉銀が結婚すると思わなかった。いや、それお前に言われたくないよ。で、子供もね、まさかちょっとね、いや、まさかお前がもう、まさか離婚までするとは。すげえ、うるさいな、うるさいな。モロ君ね、本当にね、あのそのまま地獄まで落ちちまえばよ。うわぁ、地獄じゃないよ。いいんだよ、いいんだよ、それいいんだよ、大丈夫だよ。モロ君お休み、地獄で。Thank you.
ねですよね。明るくしてお姉ですよね。明るくしてThank you.
前らと。行くぜダルス。ヤフオクであれ多分モノ君の300円で売れるぞメルカリでこいつのはまあそんなもんだな。うん、あモノ君次の曲はこんままね、こんまレーザービームがねいっちゃうぜ。これほんとマジさ、あのさ160万円かけてんて、お前ら金払えボケ。払ったベッド料金払え。ベッド料金、うん、一人あの380円、安い、うん、払えや、うん、うん、払うよ、お今すぐ投げろ、投げろ、お金の中に入ってるから。いや、まだまだ暴れてってさ、この野郎、暴れろ、バカ野郎、ほんとにな。お前、バカだろバカのくせに暴れねえんだよ。バカのくせになんで暴れねえんだよ。おかしいだろ。頭でおかしくなっちゃったら、踊る気じゃないよね。僕はどうそんな感じたちに話しかけてみるんだと聞いてるのかよ。クソ野郎で殺してやるぞ。本当に言うこと聞かないのは君だ。なんでもなんなのかお前は。それをしちゃダメだ、誰をしちゃダメだ、なんて言えば僕はもう誰かわかりませんよ。どうして僕が反省しろと繰り返す。
どんどんバグっていこうぜ。どんどんバグってきた。おい千葉県ふざけんな。次この曲このままこの曲入れられてバカお前ら。バカだよ。最後の最後で俺らで恨み、俺に恨みあんのか。俺やろ、俺も全員もらんのかよ。全員ぶっ壊してやろうと思って。俺とモノ君に恨みあんのか。この流れでこの曲ってなあ、本当によ、カラオケにしろ、カラオケに。歌、カラオケにしろ、カラオケにしろ。カラオケにしてもお前は歌わなきゃいけないやつだ。お前らも歌えんだよ。ニャーニャー言うだけだ。お前らも歌えんだよ。簡単だったよ。猫猫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 猫ネコ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 ネI'm gonna go get some more.
時は何か僕はまた一つの場合になっていつも大変なんて3つの4つの4つおい今35歳になっちまったけどもいろんな変化あるけどもそんな人じゃねえよ今一晩やろうぜああもうもう夢だイエーイ君だ大人になりましたましたって。まあね、今ペンテル終わった。今の曲はペンテル終わった。そんなどうでもいい。もうやっぱさっきねこのペンテルでアドリブでちょっと歌詞入れて、なんかまあ僕何言ったっけ、何でもいいや、同じこと言ってっから、いつも同じこと言ってっから、大体そんな感じなんだよ。だからこれからは今言うことって、まあ大体やっぱこれだな。なあ、やっぱ月っていうのは流れてってなあいいよ、流れてってよ、どんどと月日が流れてく。へいよ、1年、2年、3年、4年と。そう、お前ら何歳になったか知んないよ。そう何歳になった、三太陽。そんなこっちゃ知ったこっちゃねえ。俺はそう、45歳にもうなるし、55歳にもなる、35歳に今なってる。10代20代のみんなすぐこうやってなっつんば、なっちゃっちゃうなんてお前は思うかもしれないけども、すぐ本当にやってくるからな。そうなっちゃうんだ。すぐ時は過ぎてゆく。そうすぐ
死んで、親父ももうすぐ死ぬ。そしてお前らの中にも死ぬやついる、俺かもしれない。そう、2年3年4年5年6年7年10年そんなこと考えたって今しかねえよな。なあおい、最後最後、おい、いや何でなっても変わんねえ。俺たちの持ってるもんはずっとずっと変わらねえ。それがロックンロールだろ。この4人で培ってきたロックンロールをみんなで最後に爆発させればいい。この衝動を何を言ってんだ、こいつはマキスもわからない。でも言いたいことはわかる、わかってるんだよ。そう、僕が言いたいことはわかる、ね、伝えたいことは何言ってんかわかんない。そう、俺も何言ってんかわかんないかもしんないけど、なんとなくお前わかるだろ。そういうことを俺は今ここで自己主張をさ、知っていくぜ。俺も自己主張。若い時はそう、僕だって見られたら立ち間違えたな。街を隅で歩く、街はやつれてゆく。時より思うんだ、君は優しすぎだよ。変わる変わる景色の中で、雨降りをまた追いかけてると、涙から涙がまた出てくる。約束を破るわけないじゃんって、なんて言うなよ僕、またいつもの夜にさ。2年後に今の僕らを笑い飛ばせる夜に、時あり僕ら真ん中道歩けますように。赤い空、夕暮れの屋根の下、あの子はどこかにいる。時々そんな気もするんだ。そう信じたいけども、俺たちもっといろんなやついると思うけど、マグミのやつにはそんなできないかもしんないけど、まあそんな曲で、そんな負け組、赤い空。
した。ありがとうございました。最後あるんだよ。
アポロアート主人公は俺だ怒るから主人公は俺だ千葉人ではない主人公は俺だそういうコールする残るからみんなだよ、まあ、みんな千葉人ってね千葉銀行の回し者のようにねありがとうございます千葉県民でもないくせにあーねーありがとうございますよもう数曲よね早いな早いビビるんだけど俺今もうほんとだって5分ぐらい感じたもんほあのそうあのハンコール前本編めっちゃ早いな早い俺はやっぱそんだけ俺たちがやっぱその時空を飛び越えてきてるってことだよああやっぱ長年の単語のアーカー知んねえなああいろんな人いると思うけどうん時空を飛び越えて俺たちがやってきてるからなやっぱ突き抜けてきてるからなだから早いんだよなあいやけど早いのもなかなか寂しいとかやついるかもしんねえけどよただ終わりは来るからな終わりの終わりまで全部の気持ち感情そんなもんエモーション衝動全部吐き出せよイエーイイエーイ後悔すんな後悔するな泣いてんの後悔するさ俺さっきあれテンテンでめっちゃ泣いたんだぞお前別に千葉銀に対してはもう整理ついてんだこんなやつこんなやつ別にねやめることに何も思ってねえんだよただお前らもすげえさなんかそれやっぱ楽しい感じでねやっぱすげえくるなーって千葉銀思い残すところはえ思い残すところ、うん、いやでも俺あの後処刑だからねえこの後処刑担当大臣処刑処刑ね処刑ギロチンギロチンだから死ぬの俺ああ最後まで言い残したことはないか言い残したことはでも俺はあのライブがさ、はいはい、ねもう好きであ倒れた大丈夫か助けたりね助けてあげてください本当に怪我だけはダメですはい野呂さんもねあのねチンコとかね出血したりとか結構お前やばい、ね、頭から血流したのが先月3回です、うん、頭からもうそれをね経てきたぜ俺はお前らマジでチンコから出血やめんぞ、ね、お前ちゃんと言いなさい言っていい千葉銀はあの、ねうん、ライブがすごい好きで、はい、あの12年間ですかそうです ねライブが楽しいからこのバンドをずっと続けてきたわけだけども、はいはい、それが今日好きだからだろえお前のことも好きだろお前らのことも好きだよね、まあこれはね冗談だけでそうなんですよ、まあ、ちょっとぐらいそんな気持ちがないとやっていけねえよまあまあそうね、まあ、いろいろ喧嘩してきたけどいやでもねああ言ったらもう本当今日がそのライブの、まあ、最後の日だから、はい、今日が一番良かった日にしないともう意味がないよねまあ良かったとかそんなんではないとまあまあお前が言うならお前はそれでいいかもしれないけど僕はねやっぱ良かったとかそんなんじゃねえ今だから今日はだからめっちゃ入ってくるじゃん終わりが千葉銀の最後に言い残したことにめっちゃ入ってくるじゃん何に対しても死ぬ人は死ぬ終わりは来る誰でも人は死ぬから終わりは来るだから今日はだから一つこう新生かまっちゃんとしてもね次からねあの千葉銀だったりしてこの新生かまっちゃんとして終わりは来る言ったらお前ら含めての俺はいつも言ってんじゃんメンバーお前ら含めてのメンバーなんだよこんなんねだからそれこそそれでこそだからもうお前らもう全部を吐き出せうん全てを終わりのその時まで全てをこうやって解き放て俺はもうほんとそんなつもりだぜうんマジでだろもう大丈夫俺なんかもう大丈夫パタレ延長料金なんかそんなもんね1億円でも俺が払うからこのタイミングで飾るって難しいよ直で解き放ついやもう俺言うことないからさもうお前らが見せてくれよ本当にはないやでもそうやお前らはほんとさもういいや芝木諦めるねお前これから社会でしさいろんなことあると思う結婚生活でもあのさ、諦めるね、ちなみに俺はね、お前にね、言いたいことって今日ね、いっぱいあったりするんだよ、うん、ちなみにもっと甘えていいんだぜ甘えていいの本当に君がさっきから俺の心を折り続けているそうだよ、本当に
いやでも、あの、なんだっけ、甘えていいんだぜ、中央に。はい、なになに、いや、だからさ、お前らが見せてくれよ、ほんとにね。その、衝動、いや、衝動つうか、衝動つうかさ、やっぱ新生かまっちゃんが一番かっこいいなってお前らが見せてくれよ。なあの千葉銀にね、あのパクられた曲、あの、はい、パクってないし、千葉銀からちょっとじゃあ言ってやれよ、天文学的なその方から。君は死んだガリレオを北の空に輝いてるカシオペア領、手の指で流れ星を作っては過ぎ消えてゆく。Yeah.
後の4人最後のロックンロールの夢、今夜10年12年前からさ、ライブとかでもさ行ったりするんだけど、やっぱり僕はね、そういったこともね行ったりするけど、最後終わりは何回も言うがあるんだよ。終わりはある、
終わりはあるけど、まあ終わりはあるんだけど、今このね、例えば申請があっちゃったら4人、これね、これはもう最後最後ラストラストラストだから、本当によラストで、ほんとガストで、そんな食うようなそんな感じのステーキ肉、そんな感じのお前ら肉食系で来いや、なんでもいい、肉食系じゃなくてもいい、そんなもんさ、こうやって傍直立ちでさ、棒人間みたいに立っててもいい、お前ら一つ一つの衝動くれよ、衝動くれよ、イエーイ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 。それでも俺、ね、俺たちは前にするショートメモリー、ファイナルピース、来いや来いや、この現状、そうそう、どんな状態にあるか、俺たちのこの、そう、空間に、そう、この空間に、空間に、
立ち込めてるいろんな気持ち、いろんな気持ち、そうそう、感情とか気持ちとかよ、そう感情とか気持ちとかよ、感情とか気持ちとかよ、もっともっとよ、パン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 、どうかしてるかもしれないけども、そう俺もどうかしてるかもしれないけど、まだ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 足りねえな、まだまだ足りねえだろこんなもんよなあ、まだまだ足りねえだろそんなもんよ、本当によ、もっと生徒と生徒と生徒とあるが、どう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 動くの、どう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 でもっと行こうぜ、もう生でもどうでもね、ああもう本当にね、どっちもいいわ、ああ生でもどうでもどっちもいい俺は、ああそんなん言ったらね、俺はねライブね、人をライブ来るときあそこのね一番向こうの扉の前にこうやってこうやってね、指だけでね、あ、乗る評論家みたいな感じ、指乗り、うん、指踏み、足踏みもしない、そんな程度でもいいんだよ、本当に全部感じ取ってやっから、てめえらの些細な衝動、俺が、俺たちが今日は全部感じ取ってやる、いや俺たちがっていうのはお前らも含めて客含めて俺たち全員で感じ取ろうぜ、そうだな、イエーイイエーイイエーイ、終わりは来るんだよ、終わりは来るんだよ、ああ終わりは来てしまうんだよ、終わりは来てしまうんだよ、ああ終わりはもうすぐで来る、終わりはもうすぐで来るぞ、あの新生活じゃまずは、あ新生活自身は終わるわけじゃないが、一つの終わりがこのメンバーで揃う終わりが来るぞ、だからお前らどう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 どThank you.
こら。主人公は俺だ。そうだ、そうだぞ、お前ら。こいつが脱退するとか、なあ、ちまぎが脱退するとか知ってもっちゃねえ。そう。なあ、ああ、主人公は俺だ。でもって主人公は俺かもしれんが、みんなだって一つ一つ主人公だからな。それは俺もいつもね、言ってるけどよ。みんなも主人公。今こうやって俺はスポットライト浴びててよ。そう、スポットライト浴びてて、なあ、こうやってすごい主人公っていうか、ね、本当に、マジで、家では、昨日も、ポケットゲーム、スマホゲーム、ずっと家でやってた、真っ暗な部屋で、普段やっぱそれか曲作りしてるのは人間です、真っ暗な部屋で、はい、そんなんで、はい、そんなんでね、ご一挙、一挙、それのご一挙、部屋ではね、いやーね、これが、本当に最後です、はい、この4人のね、もう。いやでも最後とか言うけどな、最後とか言うけど最後なんて俺はだからさ、ないってさ、さっきも言ったようにさ、たまにライブで言ってたけど、やっぱ最後はある、死はある、うん、最後はある、死はある。でもって僕けどなんだろうな、超恥ずかしいなこれ。何だって俺 MC しねえもん。俺ね、MC って真面目に多分ね、6年間ぐらいしたことないんですよ。本当にいつも俺って煽りしかしないの。イエーイとか、そうイエーイとか、乗っかれーとか、うわーとか。乗っかれってあんまり言ってることない。乗っかれー。ちゃんとした MC ってね、あんまり仕事ないんだよね。いやでもなんかけどこういうなんかね、ツアーファイナルってさ、いつもさダブルアンコールあんじゃん。あるね。その時にのぼさんさ、スティーブ・ジョブズみたいにスピーチするじゃん。ね。まあまあそれは初めて来た人分かんないかもしれないけどするんだよ。ね、そこベッド料金よこせや。スピーチだよ。これインターネットだったらあれね、このあの記事だったらこの先は月額料金払います。これだけ読めません。いやまあそれはどうでもいいや。まあうん、いやでも本当にね、スピーチみたいな感じのね、本当にね、僕もね、けどね、やっぱね、ちょっとはやっぱ言いたいことがね、やっぱね、用意してて、でも大体アドリブなんだけど、ちょっとね、フォーマットは用意してて、いや、今日のね、僕ね、瀬戸里がね、新生かまっちゃんの千葉銀さんが、千葉銀がね、組んでくれたんですよ。そうね。でもって、今日の瀬戸里が1曲目、どなる夢っていう曲だったじゃん。どなる夢っていう曲で、それで、まあもともとこの最後このねライブの最後の曲が「どなる夢」だったの。最初はね。そう、うん、そう。でも違くて、それをなんか何回か千葉銀ね、多分20回ぐらい、まあ、考えてくれて、いろいろグループラインにうぜえぐらい飛ばしてくれて。すいません、すいません、なんかねすごい訂正してで、結局1曲目が「どなる夢」だった。そうでもって、まあ、僕はだから俺これこういうことはやっぱメンバー同士ほんと話してないの、マジで。うん。で俺はね、これはだからなんかやっぱ「どなる夢」をやっぱ押し、なんかね、押してるっていうね、どなる夢には勝てんみたいな感じに千葉銀の中になってるっていうな、なんかそういった感じってやっぱり僕が、いやこれ聞いてないんだよ、うん、聞いてないんだよ本当に。ただね、初めて要するに新生かまってちゃんの始まりで、まあ、新生かまってちゃってくっそマジクソひ、なんか世間的にはねマジクソひねくれたようなね、テロリストみたいなバンドみたいに思われてちゃう暴力的な。でも新生かまっちゃんの始まりって実はあれで、モノくんも千葉木美里さんもこのどなる夢っていう一人の少年少女、子供が純粋に夢を追い続けるっていう、そういったところから、その曲から始まったんですよ、新生かまっちゃん。だから俺はね、やっぱそういった意味もあんのかなーって。そこは千葉銀さんどうなんですか。ここで聞く。いやここで聞く、当たり前じゃん。俺予定調はなんか言わねえんだよ俺は。おら、言わない。俺はでも単純にまあ、その当時ね、モノ君が俺、幼稚園の時一緒だった大島ってやつとバンド組むことになったんだ。幼稚園ね、和田幼稚園ね。そうそう、いいよ、実名出さなくて。和田幼稚園実名出さなくていいんだよ。実名一緒だからね。ね、
バンド組むことになったんだっつって、はいはいはい、これあいつそいつが作った音源なんだ聴いてくれよって初めて聴いた曲が怒鳴る夢だったし、はいはいはい、ああなるほど怒鳴る夢だったってことで、あまあそういったなるほどね、そうだからこそまあまあそれもあるのかなって、だからそう初めて聴いた曲だからなんかその一番最初、まあ今日も一番最初だし、ね、最後に持ってきたのかなって、あれだよね、そうこの時聴いてめっちゃいい曲って思ったんだよね。いやお前も思ったかもしれないけど、こいつは全く何がいいんだか全く全然わかりません。最初ね、ほんと最初がいいんだか全然わかりませんって。最初。そう、うん、ロックンロールは鳴りやまない歌詞と同じ。聞いてるうちに何でなっちゃったんだよね。何でか全然鳴りやまないって。ほんとに、あとボーカルがクソだったとか言ったよみたいな。てめえそんなな、精出してるくせによな、お前、お前に言われたくねえわ。そんなひどいこと言ったっけ。言ったボーカルがあんま良くねえなって。こいつマジなんだよ。俺が19歳だよね、19歳、はいはい、19歳の頃にボーカルがあんま良くなかったって。でも今日、あれ覚えてる、あのガラケー時代、あの E メールで、ガラケー E メールでさ、来たのが、あの声はあのクソだけど、あの楽曲にはなんかピンとくるものがあったみたいな、うん、偉そうだね、めっちゃ上からやな。いや、めっちゃ偉そう。なんだこれ。いやそうだからあのね、まあまあそういった夢から始まってるんですけど、そうでもってあのまあそのまあいろんなやっぱこうね、今ツアーファイナルでゼップダイバーシティでこうやってあのね6000人ぐらい集まってくれて、それであの千葉銀まあ辞めるっていうこともあって、なんかいろんな人いると思うんだよ、あのね、あのお前らも、うん、お前らもいろんな人いると思うんで、その久々にかまってちゃんを、ね、10年ぶりとかに見に来た人、まあ久々に10年ぶりじゃなくても久々に見に来た人、それとかあとはね、あとはあとなんだろう、まあまあ今10年前からずっとね、毎日来てる人とかね、ライブそういった人とか、あとなんだろうな、まあいろんな、あと初めて来る人もういろんな人いると思う、そう、うん、初めて来る人とかいると思うし、うん、だから俺はね、けどね、けどこうやって僕ね、あのね、やっぱね、野呂さんね、スピーチするときね、こうやっていつもけど言ってることをあんま覚えてないけど、俺ね、同じだと思うんだよね、やっぱそのさ、ニコ生とかさ、ツイキャスとかで言ってることと大体、俺ってやっぱ自己主張って、やっぱライバー自己主張だと思って、やっぱそういうことだもん。うん、でもって俺はやっぱ自分に言い聞かせてるところもあって、それが何かっていうと、やっぱ僕ら今34歳、そう、うん、34歳、ずっと35歳って言い続けてる。でもってお前らも30代ね、一緒に年取った人もいると思うし、で10代20代の子もねいっぱいいると思うし、でもってパイセン先輩の人もさ40、50、60、70、80っていろんな人いると思う、ぶっちゃけて。でもって中にはさ、千葉銀みたいにさ、まあまあ金ないけどさ、千葉銀でもさ、幸せを手に入れた人もいると思う、中には。で、片一方、マド君みたいに離婚してね、絶望、地獄に落ちた人もいると思う。うん、まあそれがね、そんなもんはお前のあれだから、別に地獄だと思ってないかもしれないけど、まあそのまあ結婚とかそんなもんだけじゃなく、いろんななんか人生を失敗してる人とか成功してる人とか、そんなもんいっぱいあると思う。うん、もううまくいくな、あと何も変化がない人、うん、とかいっぱいあると思う。うん、どっちかっていうと俺なんかもう何か変化したかって思っちゃうもん、自分が10年間とかさ、20年間とか、あ、10年間ね、この10年間メジャーデビューやって思っちゃう肌も俺は、うん、でもね、もうどんだけ成功しててもどんだけ失敗しててもみんなね、俺はね言いたい、死ぬことは死は平等にやってくるから、死は平等にやってくる、どんだけ失敗しても成功しても。で、それはすぐ来る、うん、死は平等にやってくる、それは本当にすぐ来る。でもって俺は思うんだけど、今日いたはずの人もいると思う、こうお客さんの中で。俺らやっぱ12年間やってて、今日いた人っていうのは死んだやつ、うん、今日死んだやつ、俺も何か知ってるけど、ファンで死んだやつ、
うん、いた人もいると思う。それ多分、まあリアルなところ10人 ?10 人ぐらい、うん、10人ぐらいマジでいるだと思う。でってお前ら、だからそれはね、お前らも死ぬっていうのはマジで明日かもしんないしね、明後日かもしんないしね、このライブ終わった後に階段から突っこけてね、俺が死ぬかもしんない。うん、だから何があるかわかんない。だからさ、やっぱさ、こんなさ、人生っていうのは本当にさ、すぐ終わるんだよ。すぐ終わるからして、やっぱりこうやってね、やっぱすぐ終わるからして、こうやってさ、やっぱさ、やっぱ衝動というものはやっぱ僕の場合はさ、たきつけるんだよ、なんか。自分の中のこのさ、やっぱその魂みたいなものとかさ、なんかそういったものが出てくるんだけどさ、やっぱそういうのはさ、やっぱさ、バーストさせてんだよ、俺は。うん、俺はバーストさせてんだよ。それはできない人もいるかもしんないけどさ、そう、できねえやつがいる、できねえんだったらさ、俺がさ、突き抜けてやるから、そっから俺についてこい。でもってさ、やっぱさ、そう、まあいろんな人だからいてさ、俺はやっぱりそう、もうそのね、今日だから今このね、これもう最後の一曲なんだけど、この最後の一曲で、あ、だから俺は終わりがある、死がある。まあまあこのバンドでもね、何でもかんでもね、一つの終わりがある。終わりっていうのは絶対来るから。だからね、その最後の一曲、ね、もうね、みんな、頭を本当に、ね、もうぶちかまして、自分でぶちかましてやろうぜ。さっき言ったように別にやんなくてもいいよ。でも心の中であるだろ。ああ、そんなもん。うん、そんなもん傍直、垂直立ちでもさ、垂直立ちでも棒立ちでもそんなもんあるだろ、中で、ソウルが。なぜかっていうと、ここにいるんだからな、お前ら。それは分かってるよ。それは分かってる。だから、ね、だから俺は、やっぱ、僕は、死ぬ前に、人生ね、みんなもそうだと思うけど、死ぬ前に、やっぱりあれをやっとけばよかった、場所に行っとけばよかった、あの時にあの思いを伝えとけばよかったとか、そういうの絶対に思うんだよ。絶対にどんだけやっても絶対に思うんだよ。うん、でまあそれをちょっとでも減らすっていう感じなこともね、まあまあ今でもちょっとでも減らすとかそんなことでもいい、とりあえず未来も過去もね、今しかねえんだよ。それを変えるのは今しかねえんだよ。未来も過去もね、今しかねえ。だからこの今この瞬間に、お前が、そう、お前が本当に全てをバーストさせてくれ。うん、お前なりのやり方でバーストさせてくれ。衝動をお前なりのやり方で、俺なりのやり方で、うん、バーストしようぜ、マジで。俺は勝手にしろ、やっぱやっぱお前ら勝手にしやがれ。知らねえわ。俺は俺でやる。お前らはお前らでやれ。うん、俺は俺でやるわ。俺は俺でやる。俺は大島亮介の子ね、大島亮介の子ね、俺は大島亮介新生かまっちゃんの子にある、うん、お前らでね、な、佐藤でもね、なんでもね、加藤でもね、フジモンでもなんでもいいけど、お前はお前らのやり方でやれ。足りねえだろ、うん、お前らやれ、本当に。だから本当は、だからさっき言ったように、なんだろう、やっぱ、悔いがちょっとでも残るから絶対死ぬ前っていうのは、それが、やっぱ、あの時どこか行っとけばよかったとか、行って、なんかね、なんかあの人に伝えなければよかったとか、なんだ、あとは、これか、これ、this、うん、this、これです、はい。この瞬間、もっともっと感情を爆発させとけばよかったとお前は思うだろう、将来死ぬ前に。だから今やるんだよ。だから今やるんだよ。
そうだろ。最後だよ、最後だよ。お前らも そうだろ、千葉人とかモノプルとか。いや、そう、いや、そうだろ。うちら楽器あるけど、みんなもさ、声とかさ、体とかさ、心とか全部使って、全部使って出ていく千葉にぶつけようよ。いけますか、いけますか。出ていく千葉にぶつけろ。ちげえよ、出ていく千葉にはぶつけるかもしんないけど、俺らもさ、自分でも自分自身にもね、ぶつけろ。この会場すべてを全部台無しにぶっ壊してしようね。お前ら本当によ、マジよ、この4人の新生かわっちゃん、本当に12年間やってきて、本当にこれ最後だけど、この4人体制。おい、俺もいろいろ思うことあるけど、そんなもんよ。まあ、そんなもん関係ねえ、今それをね、あの噛み締めつつ、一つ一つ、一瞬一瞬、刻んでこうぜ。つなげ！タイトルコール、いや、お前が、お前が言え、次の、お前が選んだ曲。お前ら一緒に歌ってね。23歳の
お前ら凡戦は最後最後まで麻酔終わっちまうぞ。まだせんだろ芝木。そうあそう芝木芝木そう最後に最後だから。芝木と多分彼とはもう出会うこともないないないかもしれない俺は。出会うことがないかもしんない。ああお前ら歌っとけ、お前ら歌っとけ、歌っとけ。キラパーでよこせ。シワギンに最後にもう出会うことないかもしんないから、お前来い来い、お前来い、レースを受け、レースを置いてこい。マイク持って走り出す。ああシワギン、もうお前と出会うことはないかもしんないから、あの俺は家で探したよ。あの芝木幼稚園の頃、あの幼稚園の頃にあのお誕生日会芝木一でやった、あのお誕生日会でパクった盗んだキラカード探してあったんだよ。あったんですよ。物持ちがいいっすよ。確かパクったのはキングガンダム一世のキラカード、あと一枚何か。俺のキングガンダム。シバギン、ただシバギンからパクったキングガンダム一世のカードはなかった。だけどもう一枚お前からパクったのがあった。ふざけんなお前マジで。2枚、いや本当に2枚パクったの。お前は家族で、こいつは家族でビンゴゲームしてる間にこいつの部屋にあの忍び込んで2回多分いっぱいあったじゃん。誕生日会ビンゴゲーム、いっぱいあったじゃん。2枚パクったの。そう2枚パクった。よかったな千葉に。でもってその残り1枚は見つかりました。それがね
知らなくてもこの最後まで
ちょい、まあ今日本当に新生母ちゃん、俺ら4人で本当にね、俺もね、千葉銀とかね、あ俺も千葉銀とか、まあ他のメンバーそうだけど喧嘩とかしたりとかいろいろあったりとかあるんだけど、やっぱ思い出ってのはいつも綺麗でズリーな、俺はそう思うんだ。そうだね、ズリーな、うん、あズリー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 けど、うん、まあ千葉銀、まあな、まあ最後ね、最後にっていうか別に千葉銀だけじゃないけどね、あのモノ君も、うん、モノ君もね、美佐子さんもちょっと、そうそうそう、でもお前らもちょっとね、あのみんなで MC しようぜな、あやっぱこれね、卒業写真、いや千葉銀、やべえな、卒業写真、いや千葉銀ね、あの奥さんを大切にしろよ。あと奥さんとか親とか、もっと甘えていいんだよ。これはね、けどね、これはやっぱ言おうとした。そうなの、お前はね、不器用。そう俺とお前正反対じゃん。もっと甘えていいんだぜ、ね、俺が言うことはって話も。そう、いや、ほら、あいやでも実際そうじゃん。新生かもちゃん、ほらずっと甘えん坊がいたからさ。いやだからこれからはね、あのね、奥さんをね、大切に、子供とかね、子供に甘えていいんだぜ、ね、あ奥さんとか。そうする。俺はけどそれはね、あのね、チワギンとね、ずっとやってきて本当に思ったことだから。うん、あ、何こうやってるってなんだよこれ、なんあ、そうしよう、そうしよう、写真撮ろうか、しまれたみたいね、写真撮ろう。写真は撮るなんて嫌で、もう本当に配信もしてるしさ、そんなんでメモリーが残ってんだよ、それでいいんだよ。急に。でも写真は撮ろう。撮ろう。お前写真撮るぞ。なんだこれ、写真撮るわ。撮ろうよ、せっかくだからね。まあそこはちょっとね、後ろに。はい、じゃあお願いします。じゃあみんな人生で一番いい笑顔を作ってくださいね。いいですか。はい、チーズ。皆さん、本当に朝明日、今日本当にいろんな、節目みたいなところ、新生カーチありますけれども、まあ新生カーチ自体が終わるわけじゃないけれども、やっぱこうやって4人でね、今までね、本当に15年間ぐらいやってきたからさ、まあ千葉銀とはね、3人でね、美佐子さん入って12年なんだけど、だから15年ぐらいやって、幼稚園も一緒とかいろいろあるけども、そうだ、ね、まあまあそんなこともね、あったりこったりとかするけどもさ、俺はやっぱね、やっぱ死はね、平等にやってくるから、千葉銀もね、本当にね、一日一日子供をめでてくれ。不吉だよ、応援の仕方が不吉だよ。違うよ、だってお前は健康悪いじゃん。健康もね、健康悪いだろ、引っかかったけども、確かに、はい、ね、本当にや、そこは本当千葉銀、改めてけどね、あのね、まあまあまあ、お前 PTSD になんないように、新生かまちゃんのこんなね、あのね、テロリストみたいなライブを今までやってきて、社会人になってからね、わおーわおー、あー、足りない何かが足りない。どこなりの心配の仕方で。も俺はさっき幼稚園の頃、千葉銀から託された、そう、お前ら見たか、お前ら見たか、千葉銀から託された幼稚園の頃、その熱い魂を俺は背中に貼り付いてねえじゃん、貼り付けた、でもって熱い魂を返すから、こいつは社会人でもやってくるぜ。まあそこはみんなで応援してやろう。千葉銀が、うん、本当だ、頑張る、いろいろ大変だと思うけどさ、ありがとうございます。みんな本当に、千葉銀って言ってくれて、はい、僕らのこと愛してくれてありがとうございます。これはマジで、新生母ちゃん、うん、千葉銀のこととかね、愛してくれてありがとうございます。皆さん本当に、本当今日はこういう本当にすごい節目な時っていうか、
まあ節目なんてないよ。言ったらやっぱいつも最後なんだよ。でもって明日になったらもうね、誰か死ぬかもしんない。来年だったら誰か死ぬかもしんない。俺かもしんない、千葉銀かもしんない、モノ君かもしんない、ミサオかもしんない。そういったことがあるんだよ。だからこのメンバーでね、俺はねワンチーム出てきたことは本当に毎回毎回これ言ってんじゃん。まあ初めて来た人は分かんないけど、ワンチームでさ、みんなさ、これは今でしかできない、このエモーショナルね、このエモーショナルは本当今でしかないから、俺はそれが本当こういう感じでなんかわかんない、名前もいいや、バイバーイバイバイなんかしねえ、うわーうわー、待って待って、しばき、お前まだまだまだ、お前まだだ、えルーネラルーラーラー、えルールル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 ルさ、だからさ、俺面白い、千葉銀さ、隣上から始まってさ、だから23歳夏休み終わってさ、海に寄せてきたなって思ってさすげえ、だから今日ゼップダイバーシティ、このお題は海に寄せてきた、これってね、狙ったの？俺にワンピースのセリフ言わせようとして、狙ってないよ、ワンピースのセリフ言わないだろ、ファイナルで言うだろ、夢は終わらねえ人の夢は終わらねえそれ黒ひげのセリフじゃん、黒ひげのセリフだ、ルフィじゃないでしょ。ああ、まあとりあえずね、皆さん本当は本当に皆さん、まあこれは全員でね、ちょっとね言いましょうか。やっぱね、僕一人でねワンマンプレイで言ってるんで、全員ってお前らもね、自覚はあるね、お前らもね、こんなことやったことないよ12年間。うん、だからワンチームだから、うん、お前らは俺たちにね、感謝とね、あとね、ね、こっから金投げてもらっていいから、100万円ぐらい投げてもらっていいから。じゃあ、皆さん一斉のせいでね、一斉のせいでいいか、はい、一斉のせい、ちょ、俺もちょっと言いたい。なんだ、なんだお前、最後になんか、やばいな、やばいこと言うのか俺に。いやもう、だって、なんかありがとう的な、あれでしょ、ノリでしょ、俺も言いたい、ありがとう。俺は本当に今こうやって会場に来てる人と、ね、今日来れなくて配信で見てくれる人といると思うけど、本当に全員で新生かまってちゃんで、実はもっと新生かまってちゃんいっぱいいて、スタッフさんとかね、ワーナーもねいっぱいいるし、今日ライブだってね、すごい照明かっこよかったでしょ、音響もかっこよかったでしょ、全員で新生かまってちゃんで、ここまでやってこれてすごく幸せでした。本当にこいつらも含めてこの新生かまってちゃんで今でできてよかったと思います。ありがとうございました。お前最後のステージだぞ、お前こんなことないぞ、お前これから先何お前しんみりしてんだ、もう言ったからいい、叫べや叫べや叫べ、精神解放しろ、もう新生かまっちゃんに学んだことだろ、精神を解放しろ、奥さんにも愛してると毎日言えそれは言ってる、おいお前お父さんには言わない、お父さんとかも知るぞ、お前も言え、それはお前が言え、お前も言え、いやでもとりあえず皆さん、じゃあ一斉のせいで、じゃあちょっと行きましょう、一斉のせい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、みんなイエイなのかなんとか困っちゃうからね、困惑がすごいから、一斉のせい、イエーイ、
またネットで会おうぜ、アートナー。いいか、終わりは来る。うん、俺はこれから3人になっていくかもしれんが、終わりは来るなあ。うん、終わりは来るかそ。今、ね、毎日千葉に愛してると言えよ。ね、子供にな、奥さんに。分かったか。そしてお前らファンもだな。お前らも応援してくれてる。お前らもな、いつ終わりは来るか分かんねえなんだ。皆さん今日は本当にアートマジでアート超楽しかった。アート